新井若葉です。私が今使っているラケットはソー MFP 角型の単板ラケットです。このラケットは拓翔コーチと新拓が共同開発して作ったラケットです。フォア面はファスタック G1 を使っていて、バック面はウォレスト1を使っています。このソーのいいところは、今まで単板は分厚すぎてなかなか使えなかったけど、この層は薄めなので結構使いやすくて、グリップも持ちやすいグリップなので反転しやすいし、すごい使いやすいです。弾みはどうですか？すごく弾んで打ちやすいです。私は裏面を粒だけ貼ってるんですけど、単板だとすごい飛んじゃってなかなか入らないんじゃないかなって思ったりもしたんですけど、結構止まったりして意外といい感じです。結構操作しやすくて、表面のチキンとすごいやりやすいです。反転はどうですか？反転はすごいやりやすいです。単板のラケットってすごいこの高さがあったりしてくるって回らないんですけど、この層はそんなに高さがなくて持ちやすい感じなので、こうやって反転できて、それでもさ、1回転だよね。反転してみてください。はい、はい、反転しやすい。はい、わかりました。以上です。新井若葉でした。バイバイ。